帰ってこの時代に手紙を書くよ。あえてこの時代だから俺の字で書くよ。拝啓お元気ですか、時効の挨拶はなしでいいかな。あれからどれくらい月日が経ったろう。伝えたいことがありすぎてもうすでにわけわかんなくなっているけど、自分の言葉で紡いでいくね。迷惑ばかりをかけた10代、あの頃に比べて今はどうだ。今頃になって気づいたあなたのありがたみを、たくさん心配かけたなんて今さらそう思うんだ。でもそうこれでいいんだ。あなたがいたからここまで来れたよ。あなたがいたから頑張れたの。あなたがいたから歌ってるの。届いてるかな、伝わってるかな、飾らないまっすぐな思いを。最後はいつもこの一言で変わりはあるよ。たくさん成長してるんだ。あなたの知らない間に少しずつ大人になってる。荒波に揉まれながら必死に生きてるよ。いろいろ分かってきた20代、あの頃のあなたのこともそうだ。今になって分かるあなたの強さやぬくもりを。この先どんなことがあろうと俺は強く生きて今日だから、そう笑ってて。
きな花と共に。ありがとうございます。天気ひまわりという曲でした。